取り始めたらゴミの回収車来てめっちゃうるさいんだけど。はい、今日で最終出社です。今の会社でインターン含めてちょうど3年ぐらい働きました。もともと 4,5 年ぐらい考えてたんですけど、まあね、予想外のコロナっていうやつも現れたんで、ちょっと予定よりは早くなりました、退職が。まあコロナで今就職が難しい厳しい中 でなんで今のタイミングで退職って思われるかもしれないんですけど、まあ他にやってみたい仕事、まあ半分始めてるんですけど、すでにまだギリギリ若いって言えるうちに、ちょっといろんな業界の仕事も、ちょっと経験してみたいなと思って辞めることにしました。まあもちろんね、今の会社の人もめっちゃ好きだし、みんな今までやってきた業務っていうか仕事も本当に楽しかったし、しかもずっと日本語の文章を書いたりとか、もう日本語をずっと使ってきた仕事だったんで、なんか勉強にもなって、まあ、自分的にもすごく成長したなとは思いますけど、まあね、会社って結局、まあ、社員の成長のために存在してるわけではないんで、自分が一番してみたい仕事は何なのかなってずっと頭抱えて悩んだところ、なんか全然違う業界にも一度ちょっとチャレンジしてみようっていう結果に至りました。まあ仕事辞めたからといってすぐ帰国するわけではないんですけど、まあ、しばらくは日本にいますけど、ゆくゆくはまあ帰国するのではないかなと思ってます。まあこれはまあ結構前からまあちょこちょこ言ってたし、この YouTube のチャンネルとかは多分今までとは若干違う方向性で行くのではないかなと思ってます。まだ全然確定ではなくて何も決まってないんですけど、まあどっちにしろ専業 YouTuber になるわけでは絶対ないので、でまあ、YouTube がこうメインになるのは多分この先もないんじゃないかなと思います、うん、ということで今日が本当に最終出社なので、初めてちょっとカメラを持っていこうかなと思ってます。だって今まで私なんかガチで仕事やってる姿とか一回もお見せしたことないのもあって、なんか最初で最後の仕事ブログになるんじゃないかなと思います。
血が配ってたよ。血が왜오는지모르겠어진짜이제당장내일부터는직장인이아니라뭔가프리랜서가된다는게조금무섭긴하지만또내일부터열심히살아야지이제월급이들어오는게아니니까 내가하는만큼이제버는거니까진짜열심히살아야돼큰일났어이제어떡해